お元気様です。久留米市出身の平です、本日はですね、東京外国語大学からのについてのお問い合わせがありましたので、一応ですね、うちで受かった生徒ですね、東京外国語大学に合格した生徒の話をしたいと思います。で、まあ明善高校の生徒なんですけれども、まあそこまでできる生徒ではなかったんですよ。まあまあ上の方でしたけどですね。はい、東京外国語大学、まあ九州大学より難しいと思ってください。え、それ何っていう感覚なんですよね。九州エリアだと、もう東大と京大と大阪大と九大ぐらいしかわからないとね、国公立大学の難しいところはこの4つぐらいしかわからないというのがあるんで、まあ今年うちから東京工業大学とか合格してもはーんというような感じで、どこですかそこというような感じなんですよね。はい、ところがまあこの東京外国語大学にまあ何年か前うちから受かった時にはわっと来ました。わっていうかですね、ある程度来ました。僕も東京外国大学に受かりたいですというようなことでですね、来たので、そのうちの合格実績を見てですね、来ましたので、まあ、東京外国大学っていうのはまあぼちぼちそうやってお問い合わせがあるようにですね、九州エリアでもまあまあネームバリューがそこそこはあるかなというところではあります。さあ、ということで、さっさと入っていきましょう。じゃあなんで、そんなに来たのに東京外国大学はその一人だけなのっていうことなんですけれども、やっぱり国語の力ですね。はい、英語の力は申し分ない、英語の力は申し分ないけれども、国語の力がないとやっぱり東京外国大学が受からんですよ。やっぱ相当ですね、その詰め込み暗記での偏差値70代80代とか、そういうふうなちょっと英語ができますよっていうつもりで来ている子たちっていうのが、やっぱりうちの英語の先生の授業ですね、英語の先生から個別指導を受けていると、やっぱ全然そのうちからこの受かった子に比べるとですね、やっぱ国語の反応が悪いと、うん、だから言葉を知らないというふうなことでですね、まあ、そこら辺を言われてあったので、やっぱ国語の力がですね、ないと難しいということですね。はい、ということで画面共有ですね、東京外国大学を受けたいですということで、質問がありました。うん、ということで、まあ、一応その、生徒さん向けには、簡単に説明はしていますけれども、まあ、親御さんの方は毎日この動画を見られているそうですので、まあ、こうやってお話しておけば、その親御さんの方から本人さんの方に話がいくんじゃないかなというふうには思いますので、まあ、一応ですね、うちから受かった生徒はこの点数でした。さあ、そうするとですよ、まあ、見てもらうと分かるかと思いますが、よいしょ、数学の 2B はなんかこんな点数で受かるんですかとですね、から理科2つはこんな点数で受かるんですかということですね。まあ、社会もそこまでいいという、社会のその2科目目ですね、公民科目もそんなにいいという感じじゃないですよね。まあそんなにその明善高校ですごくいいという感じの子ではなかったんでですね、はい、でもこれは前から言ってるように、まあビリギャル効果というやつですね。はい、なんでビリギャルはビリだったのにあんなにトップの成績になったのかっていうと、この子は国語の力がすごかったんですよ。国語の力がすごかったので、まあ、最終的にこの点数になってますけれども、もともとはそんなに点数の取り方は分からなくてですね、でもうちに来ると大体国語の力がある子、まあ、要するに読書、ね、活字体験、読書の量がすごいっていう子はボンと伸びるんですよね。だからまさにこの子はすごく出たので、うちの英語の先生はこの、毎週1回ですね、まあ、うちの英語の先生から習っていたんですけれども、この子は言葉をよく知ってると、国語力があるよということでですね、褒めてありました。はい、さて、でもう見えていると思いますけれども、まあ、数学の黄色とかですね、はい、この点数が悪いやつですが、もう数学が一つでいいということなんですね。はい、東京外国大学のいいところは、数学片方どっちか、自分の得意な方、点が取れそうな方だけでいいですよということで、数学2つ勉強しなくていいということですね。で絶対やっちゃいけないのは、
2つとも勉強してどっちか点数の良かった方を出しましょうは絶対それ通用しませんからね。はい、この子はもう通用しませんでしたから、通用しないというか、この子はもう最初から 2B 捨てていきましたので、それで合格したんですよということですね。あ、もうちょっと言いますと、それでも合格しなかったんですよということですね。え、合格したって言ったじゃないですかと、なんで合格しないって言うんですかと、まあ後で説明します。はい、で下に書いてある、地歴と公民と理科のですね、まあこの世界史倫理で理科ですね、94点77点62点の中から2つを選択すればいいよということで、じゃあこの94点と77点を選択して理科の62点は選ばないということで、まあ最初からこの子は、理科は勉強していないという形です。数学 2B と理科はもう勉強しないという形で、もう徹底的に入試に特化した形でやりました。はい、で特徴ですけれども、国際社会学部だけはですね、後期試験があるんですよ。で先ほどの話ですけれども、この子はもうこの国際社会学部の後期試験に勝負をかけました。だから前期適当に東京外国大学を受けたんですけども、まあ、受からんだろうという目測でですね、はい、それで、後期試験勝負だというふうに彼は言ってたわけです。はい、なぜならば、まあ、一次試験で450点の前期試験ですね、二次試験で400点になるこの450対400の前期試験よりは、500点対200点になる後期試験の方が勝負になると思ったというわけですね。さあどういうことなのかということです。はい、ということで、まず前期試験の場合、一次試験の英語が200、国語や社会が100点100点で、数学が50点の450点満点なんですね。はい、ということで、まあ数学がやっぱ取れてないということと、社会が100点というのは社会の50点50点で、100点という形なんですね。で二次試験で英語と社会の100点、300点100点という形で、まあ二次のこの世界史100点がなというのがものすごく彼は引っかかってたんですね。これに比べると後期試験の場合はまず一次試験の方の点数で、社会がですね、これは確かあれちょっとど忘れしたな、社会の100点中のは1個だけでよかったっけかな、2個だっけ、まあよいしょ、ちょっと後で見てみましょうね。下に書いてると思います。まあ、こういうふうになっていますので、まあ、二次試験で世界史がないと、一次試験でも数学がないと、すごくいい形なんですよね。だから後期試験に彼はかけてました。で前期試験は落ちたけど後期試験で受かったということなんですね。はい、ということで前期試験では一次試験の数学50点、公民50点が、まあ、致命的に点数が悪かったと、6、70点でからですね、とてもじゃないけど東京理科大に、東京外国大学に通用するような点数じゃなかったと、まあ、さらに二次試験の世界史が大変だったと。で一応この子は上智大学のフランス語学科を受かってるんですよ。まあ、男の子ですよ、この子とか言って男の子ですよと、上智大学のフランス語学科に受かるぐらい世界史は勉強してたけれども、それでもやっぱり東京外国大学の二次試験の世界史はちょっとつらいなということを言ってました。なので後期試験であれば、まあ、一次試験が英語国語社会という、まあ、私立型でいけるということで非常に高得点を取ってるからですね、これはいけると。さらに二次試験は彼が得意としている英語の力と国語の力を問うような小論文なわけですね。はい、英語の小論文を読んで日本語で書きなさいという、英語のその出題文をですね読んで国語で、日本語で、小論文を書きなさいというような問題だったので、彼にとってはもう後期試験の方がいけるということで、まあ、前期試験はダメだったんですが後期試験は受かりましたよということですね。はい、ということで、まあそのなんだろうな、さっきちょっと言いかけたんですけれども、大丈夫か。はい、大体まあ言いましたね。はい、ということで、まああとはまあ打足ではありますけれども、彼は明善高校の音楽関係の部活動をやってました。まあ確かですね、そういう吹奏楽部みたいなえらいハードなやつじゃなくて、まあそのなんだろうな、音楽部かなんかそんな感じの、まあまあわかんないけれども軽い形、軽いって言ったら怒られるかもしれないけど、そこまでハードじゃなさそうな部活動で、いつもうちにですね、
来るたんびに楽器を担いで入ってきてですね、でちょっと楽器を預かってくださいって、まあ、自習室の自分の席のところに楽器を置いとくわけにもいかんからさすがに邪魔になるから、まあ、私の方が預かって、こっちのスタッフルームの方でですね預かっていて、彼は勉強してました。でもうちょっと言うとですね、ちなみに彼は東京外国大学に入学したけどすぐに中退して、戻ってきました。先生あの浪人していいですかとかいう感じでですね、あ いいけどもうやめたんかということでですね、あんまりその語学には興味がなかったと、その語学は好きだけどその語学をそのまま突き詰めるということには興味がなかったんだっていうようなことを言ってましたね。だからその語学を使って何かもっとあの仕事ができるようなことを、将来役に立つようなことをしたいというようなことでですね、で彼はうちで、浪人生活を、ねまあ、高校3年生の時にお世話になったうちの英語の先生ですね、 F 先生に、あの久留米高校の教頭先生だった先生なんですよ。まあまあうちの英語の先生たちは層が厚いですから、英語の先生に、まあ、ずっと習っててですね、はい、ということで、早稲田大学の法学部に見事合格しましたということですね、はい、でちなみにこの子はですね、上智大学の経済学部もこれであの早稲田の法学部と一緒に受けてみました。1年浪人してめちゃめちゃ力がついたけれども、それでも上智の経済学部になぜか合格しなかったんですね。現役の時には上智のフランス語学科に受かったんですね、はい、ということは英語国語社会では受からんということですね。上智の経済学部など経済学部系というのは英語国語社会で受けてもまず合格させてくれないよと、数学で受けないとダメですよということですね、はい、ということはまあ繰り返し言っているかと思いますが、さあどうでしょうか。以上です。はい、ということで東京外国大学とかを目指す、東京外国大学を目指すということであればですね、はい、そんな感じで頑張ってください。はい、でまあ多分あの質問者の状況を私が見るには、まあおそらくそんな後期で受けるとかいうようなそういうあのことはしなくても、おそらく前期で受かってくれると思いますので、その調子で頑張ってくれればですね、はい、そういうことで期待しております。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで以上です。あ、英語の先生と私は数学でですね、オンラインの授業はやっておりますよということです。